いたしまして、バッターボックス岡本を迎えますが、昨年はね、打てなかったという真ん中ですね、スライダー崩れなのか、ちょっと球が落ちてるような感じですけど、なんでコースはもうとにかく真ん中、はい、やはりね、今日のやはりあの松山弟はちょっとやはりコントロールに難があったですね。まあ寒かったせいもあるでしょうけども、はい、岡本の1号スリーランで5対0とランナウト後、DH の岡本、これもかなり粘った後でしたね。当たりはそう良くなかったんですがね、山田はなんて言っても左打者でしょうね。今日の南海の左打者は非常によく打ちましたね。